先日、アメリカのプロアイスホッケーリーグ NHL に所属するニューヨークアイランダーズが将来有望な若手選手を集めたルーキーキャンプを開催。そこに招待され3回目の参加となったのは日本の寺尾優里選手。今日は NHL を目指す日本の若きホープをご紹介します。氷上の格闘技と呼ばれるアイスホッケー、その世界最高峰がプロホッケーリーグ NHL で、アメリカでは4大メジャースポーツの一つ。しかし日本ではまだマイナーなスポーツで、これまで NHL で活躍した日本人選手はロサンゼルスキングスでプレーした福藤豊選手ただ一人。それに次ぐ日本人 NHL 選手を目指しているのが寺尾優里選手。先月ニューヨークを拠点とする NHL のチームニューヨークアイランダーズに招待され、ドラフトで選ばれた新人選手と将来有望だとチームが目をつけた若手選手を集めたルーキーキャンプに参加しました。寺尾選手にとって NHL っていうものはどんなものですか？そうですね、一言で言ったら夢です。はい。アイスホッケー選手の父と兄の影響で3歳でアイスホッケーをスタートした寺尾選手は、日本一の強豪校駒大苫小牧高校で主将を務め、アンダー18の日本代表に2度選出。高校卒業後は日本唯一のプロチーム日光アイスパックスに入団。その夏、チームの提携先のアイランダースのルーキーキャンプに初めて参加しました。プレーを見せるっていう場でもありますし、日本人はここまでできるっていうのを見せたいっていう場面でもあります。みんな大きかったし、英語もそんなにできなかったので、もう緊張しかなかったですね。はい。そんな中でも存在感を発揮し、翌シーズンはアメリカのジュニアリーグとしては最高峰の USHL にトライアウトし見事合格。同じ時期に入団した平野雄志郎選手とともにリーグ初の日本人となり活躍しました。リンクのサイズも違いますし、人のサイズも違うので、手こずった部分はたくさんあったんですけど、一日一日改善して、英語も勉強して充実した年になりました。苦労したところはなかったですね。チームメートと近くのボーリング場に行ったり、一緒にご飯を食べたり、あとはホームステイだったんですけど、ホームステイ先の、両親の方と出かけたりしてました。現在所属はフリーで NHL のマイナーリーグとの契約を目指している寺尾選手。今回のキャンプで行われた2回の紅白戦ではゴールは決められなかったものの、積極的にシュートを狙いコーチ陣にアピールしました。He makes plays that I think reflect somebody that's smart. He thinks the game really well. I thought he played well this camp, and his talent should translate down the road to some sort of professional level. This fall is going to be a big fall for him to see where he can play his games and then grow his identity from there. 一歩一歩、ステージも上がっていきたいと思うんで、そうですね。5年以内には自分の中でも結果を残したい、それなりの舞台に立ちたいと思っているので、はい、応援よろしくお願いします。近い将来 NHL のリンクでプレーする寺尾選手に期待です。